c'est Jack Booby et on se retrouve sur du One Piece Pirate Warrior 4444. On va continuer la suite de nos aventures et que nous allons continuer le tourbillon d'Illyran de Corrida Colossus. Allez, let's go. On est level en plus. Alors on va aller se battre. Le One Piece est écrit faux là. Il manque un i là. あれは海賊機構士。しかし、なんて美しさ。係の女たちが全員倒れていくぞ。そこの君、あまり防具をつけすぎるなよ。重量制限がある。 僕の名はキャベンディッシュ。君は何者だ？ ルーシーだった。紛らわしいな。本当に君が麦わらのルフィだったら、今ここで殺していたよ。え、なんでだよ。3年前、新世界に現れた美しきルーキーこと、この僕に世界中がざわめいた。パリプケドモア、ウェビアシュア。それがどうだ。わずか1年後、湧き出てくる後輩のルーキーたち、 最悪の世代が獅子奮陣の王たちまわり。ま、ボディラベデット。僕に見向きもしない。だから殺すんだ。目障りな後輩たちを全員。オッケー。そうか。じゃあな。ボバ、サリュー。おい、まだ話は終わってないぞ。J'ai pas terminé mon histoire. めんどくせえやつだったな、あいつ。あ、なんだ、この銅像。その人に興味ある？誰だ？レベッカ、剣闘士よ。レベッカ！レベッカ！それは伝説の人。コロシアム史上最強の剣闘士、キュロス。だけど、 この国中の誰も彼のことを知らない。ああ、わかんねえ話だけど、俺は好きだぞ、この銅像。男らしくて。私も好き。<笑>そういや、剣闘士ってことはお前も出場すんのか。うん、私優勝商品の メラメラの実の能力を手に入れて撃つんだ。ドフラミンゴ。え、ミンゴ？1回戦終わった時、お互い生きてたらいいね。なんか、もう、あれ、もう、プレス、もう、もう、あ、ポール、これ。俺の目は節穴じゃねえぞ。 ああ、ルイに出ろとるに。いくら変装しようと、俺の経歴に傷をつけたやろうの顔は忘れねえ。麦わら。麦わらよ。あ、お前はマロー。ベラミーだ。ベラミン。彼は海賊、ハイエナのベラミン。かつて空島へ立つ直前のルフィと戦い、 破れた過去を持つ。その後、ベラミー自身も空島に到達。ドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることで、ドンキホーテファミリーでの立場を得ていた。そう、ベラミー、なんでここに？メラメラの身に興味はねえが、 優勝すりゃファミリーの幹部に昇格できる。ドフラミンゴはガキの頃から俺の憧れの海賊だった。 Toujours été mon héros. Yaga
てくるでかい波を越えるために俺はドフラミンゴの船に乗る。麦わら、もうお前を笑わない。麦わら？もし本物の麦わらのルフィならば、君の命は僕がもらう。Cavendish, c'est une très mauvaise idée. Alors, où on peut améliorer là ? Ok, let's go. Qu'est-ce qui se passe ? ここまで来れば、もう大丈夫なはず。ありがとう、レベッカ。ありがとう、レベッカ。そういや、お前、おもちゃの兵隊に育てられたって本当か？そう。兵隊さんは、たった一人の家族だった母を失った日から、私を育ててくれた。親も同然の人なの。OK。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。へえ、あのおもちゃが。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。でもそこにドフラミンゴが現れて王座を乗っ取られた。あれ、私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人検討室として。 incroyable, cette tenue. ここで見せ物にされてる。なんだそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。何年もかけて。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えに
この国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。レベッカ、レベッカ、Bブロック勝者はバルト・ロメオ。さあ次はCブロックの試合です。試合が始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。おう、頑張れよルフィ。あ、どこだ。窓の外か。ゾロ、キンヤモン、どうした。ロウ殿がドフラミンゴにやられた。それだけじゃねえ。海軍大将がドフラミンゴと組んでる。おかげで町中海軍だらけだ。急がねえとまずいぞルフィ。パラ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 。サンジ、こっちはどうなってる。順を追って話すぞ。まずドフラミンゴの王位放棄、あれは真っ赤な嘘だった。俺たちは初めからドフラミンゴにはめられてたんだ。交渉は決裂、トラオはドフラミンゴと戦うことになった。それでトラオをやられたのか。今私たちはトラオの指示でシーザーをドフラミンゴから遠ざけるためゾーンへ向かっているの。分かった、トラオは俺たちが必ず助ける。お前らは先にゾーンに向かってくれ。メラメラの実、誰かに取られるのは嫌だけど仲間の命には変えられねえ。俺たちはドフラミンゴをぶっ飛ばしに行く。よし、さっさとコロシアムから出てこいルフィ。俺たちは先に向かってる。待ってる。ゾロゾロ、そちらではござらん。あ、でもコロシアムの出口どこだ。早くトラオを助けに行かねえと。出口どこだ。ジョーカーが麦わらを俺に殺せって。Je vais te tuer, je peux te payer。甘いな。優勝を逃した男にまたチャンスを。大会が終わるまでに肩をつけろ。それで晴れてお前もファミリーの幹部だ。あ、待て、久しぶりだな麦わら。あ、チャンピオンのやつ、なんか用か。うん、そこにいるのか麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。ぜはー、大会に出場中らしいなルーシー。だがメラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。エースの力はお前らにだけは絶対渡さねえ。ぜはははははは。おいバージェス、麦わらを見極めるいい機会だ。派手に暴れてこい。任せてくれ、
ガチャ。邪魔者はいなくなった。失敗したらしいな。あんたには消えてもらう。ディアマンテ様の指示だ。悪く思うな。Ah, bonjour à toi l'ami. ベラミ、悪いけど俺急いでんだ。外に出てんだけどよ、出口がなくて。このコロシアムに出口なんかねえよ。選手は一度入っちまったら二度と出られねえ。どういうことだ。お前ミンゴの部下だろ。なんか知ってんじゃねえか。頼む、仲間がやべえんだ。俺は今から外へ出る。ついてくりゃお前も出られるかもな。そうか、ありがとう。連れてってくれんだな。
お前が勝手につけてくりゃ偶然そうなるって話だ。俺にもドフラミンゴに通すべき筋がある。裏切れねえ。分かった、じゃあつけてく。ルフィ先輩、メラメラの実は俺が必ず手に入れてあんたに届ける。安心して外さ出てくんだ。どうか、あんたに憧れて海さ出た。未来の海賊王のお役に立てるなら本望だべ。そうか、それなら助かる。メラメラの実はお前には渡さねえぞ、麦わらのルフィ。あ、さすが。何者だ、ルフィ先輩に気安く声かけやがって。俺だよ、ルフィ。おい、お前、俺はルーシーだ。見ろ、このヒゲ。変装したくらいで弟の顔がわからねえわけねえだろ。あのなあ、俺を弟と呼ぶのは死んだエースと、もっと昔に死んだ死んだ。サボー、嘘だ。昔エースとお前と3人で杯を。C'est quoi cette position? Arigato na, Luffy. Ikitete kurete ureshi. Demo, Sabo, ore wa me no mae de Ace wo korozarete. Ah, Ace wa shinda kedo, o mae dake demo yoku ikinobite kureta. Ore wa nani mo dekizu, futari no kyoudai wo ushinau tokoro datta.前まで死んでたら一人ぼっちになるところだった。ありがとう、生きててくれてありがとう、ルフィ。メラメラの実は俺が食っていいか。うん、それがいい、それしかねえ。Bon, ça c'est fait. Ah, quand est-ce quand même? Combien on a gagné? Ouh! Pas mal gagné de fric, hein? Bon, on va aller où là?Notre frère de Luffy, Sabo est... D'accord. On va être Sabo ou bien? Luffy が去ったコロシアムでは、なおも戦いが続いていた。レベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは、予想外の展開となる。キャベンディッシュの内に眠る殺人鬼の別人格、白馬が突如覚醒し、レベッカ以外の出場者を一掃。その後、キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格。ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという大番狂わせが起きた。決勝に勝ち進んだのはサボ扮するルーシー、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、そしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名。アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く。一方、予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた。彼らは皆ドン・キホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられ、ファミリーのために働かされていたのだ。
おもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうため、その事実に気づく者はいない。打倒ドフラミンゴを誓うおもちゃの兵隊は、このおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考え、ウソップ、ロビン、フランキーに協力を要請。作戦は見事成功し、おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻る。彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロス、レベッカの実の父親であった。ウソップたちから連絡を受けたルフィは、この国で起きていた悲劇の全容、そしておもちゃの兵隊の正体を知る。その頃、決勝戦が行われているコロシアムは、おもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。Ah, on est bien sabots, ok. Alors, faut qu'on améliore là. Là, on a tout amélioré, là aussi, là aussi. On va garder comme ça pour l'instant. Mauvaise situation.おもちゃ化が解除されたってのか。こりゃたまげた。思い出した。うん、私にはお父様がいたの。何言ってんだおめえ。それがどうやらこの国のからくりだったようだな、レベッカ。ひとまず試合にケリをつけよう。ものには必ず核がある。竜双剣、竜の息吹。何を。メラメラの実もらっていいよな。お、メラメラを食いやがって。エース、もらうぞお前の技。危険。どうにか出られたが、街は大混乱だな。あれは、コロシアムから海賊が出てきたぞ。ガスだ。これは爪だ。おい、マッスルメロン、あいつらを片付けるぞ。バルトロメオスケだ。久しぶりね、サボ。いろいろ気にしたい。今、無理そう。お前を倒す。この兜の戦いでもう使うぞ。戦力としては数えた。ルフィ、王宮にいるぞ。急いで合流しましょう。
ばれ始めた。このままじゃ町の人たちが危険ね。これは爪だ。やっ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 革命軍メラメラの身を食いやがったのか。今のじゃねえのか。空発のメラメラの身をあの男を。王宮に行く前にあいつらを倒しとくか。俺たちの邪魔するんじゃねえぜ。解放してくれた英雄か。頼む、仲間にしてくれ。蹴りをつけよう。やっと、俺は爪だ。見せてやる。革命軍がこの国に何の用だ。しかもメラメラの身まで食いやがって。あれはあいつの鏡だ。誰にも渡さねえよ。解放したのはあいつだ。さっさと捕らえろ。まずいぞ、囲まれた。おや、逃げた海賊どもを捕まえとけよ。ラブーフ系囲まれると厄介。急ぎましょう。OK。 あんたたちといりゃ安全だ。一緒に連れてってくれ。Alors, par là-bas.
trésor là, c'est quoi? La bouffe, on va pas dire non. Là-bas, Cavendish. Au palais royal. Dégage. On a au moins libéré toutes les zones. Hein. Ah, Futijora. かずうっても当たりやしらせる。
わし一人でお相手しやす。ここは俺一人に任せてくれ。みんなは先を急げ。麦わらの一同およびそれを手助けする戦士たち、それらに危害は加えさせない。地獄の水足使わせていただきやすよ。いまいましき海賊たちの残した戦いの残骸見せてやる。おりゃまずい。なんとかしやせんと。引きつけられる。Je sais pas quel pouvoir il avait, lui. これ以上の質問は野暮なようだ。行かせてもらう。ふあら、海軍はこの国じゃヒーローになれねえんですよ。わしはあんたに阻まれただけだ。まるで爆地だな。Toujours avec le feu. ドレスローザを取り戻しに来た。ドラオー麦わらや。Ah, ça c'est Pika ça.Ou bien, ouais, c'est Pika. Pika, 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 Pika.あ、始まった。鳥かごだ。この国の真実が漏れる前に、今この島にいる奴ら皆殺しにするつもりだ。王宮だけどっかに行くぞ。ピーク、石なら地形でさえ変えられる。王宮、待て。OK. 痛快だな。Ah, ça boit, il mord pas, ok. Ok, comme ça, on pourra améliorer le fi. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, la suite, au prochain numéro.